突然なんですが、皆さん、跳ねるの扉っていうテレビ番組知ってますか？このテレビ番組ね、僕が、小学校ぐらいの時までね、テレビでやってたんですけど、今の若い世代の子たちは、知らないテレビ番組かもしれないんですけども、当時ね、めちゃめちゃ人気の、テレビ番組で、僕もね、大好きで見ていたんですけど、どうやら、そのテレビ番組が、Wii でね、ゲーム化されて、それがどうやらね、かなりの、クソゲーと言われているゲームらしいんで、今日はそのゲームやっていきたいと思います。そのゲームこちらです。跳ねるの扉 Wii ギリギリスということでね、このゲームなんですけども、見える？このゲーム。どうやらね、これがね、かなりクソゲーらしい。うん、だからちょっと今日はね、このカジサク言うでしょ、今 YouTube で有名なカジサクなんですけども、このカジサクがね、前ねテレビ番組で活躍していた、頃のね、代表作とも言われるパネルの扉なんですけど、そのゲームね、どうやらクソゲー、そのゲームをね今日はね、実況プレイしていこうじゃないかということで、やっていこうか。さあやっていこう。さあ久々に Wii やるからな。2007年って書いてあるもん、ほら、2007年。ねえ。めちゃめちゃ昔やもん。うん。懐かしいぞ。跳ねるの扉。ギリギリス、始める。さあ、来たよ。跳ねるの扉、ウィー、ギリギリス。この BGM、夏。ギリギリス。ギリギリス化の昆虫、物事の限界、ギリギリを知りたがる習性を持つということだね。どうやら、跳ねるの扉でもね、この企画が、あったんだよ、一個のコーナーが。それがゲーム化しているということで、やっていこうか。ゲームスタート。さあ行くよ。さあ来たよ。一人でギリギリス、みんなでギリギリス。うん、ランキングオプション見てみるか。とりあえず音楽、あーなるほどね、下げたり上げたりできると。効果音、まあまあ普通な感じのゲーム。ランキング見てみる。ランキング、あー自分がやった感じかなってことは、僕もまだ初見プレイなんでランキングないってことかな。とりあえずやっていこうか。一人でギリギリス。さあ三つから選べるみたいだね。カジサック、カジギリスと、イタクラと、ツカジ。俺ね、イタクラ個人的にめちゃめちゃ好きな芸人で、俺ね、好きな芸人ランキング1位がインパルスなんだけど、とりあえずじゃあ、カジサックでいく？バランス、得意バランスということで。3つのゲームがある。おい、待て待て待て。早速クソゲーの予感してるぞ。まさか、まさか、おい、この3つしかゲームないんじゃねえのか、おい。なあ。おいおい、クソゲーじゃねえか、これ。大丈夫か？カジサックはバランス得意だから、そっか。得意なゲーム3つあるっぽいから、3キャラ全員使いたいからさ。うん、とりあえずカジサックが得意なバランスの飛び箱いこうか、飛び箱。飛び箱を飛べる長さのギリギリ。さあ、来ましたよ。さあ、この司会はね、今や有名な西野ということでね。うん、お願いします！懐かしいね。これ、お願いしますって言うんだよ、これ。助走。ウィーリモコンを振って走ろう。なるほどね。スピードに乗ったら次はジャンプ。パワーゲージが一番右に来た時に狙って A ボタンを押そう。はいはい。ほんで横に持って飛び箱にギリギリスが手をついたらウィーリモコンを振ろう。なるほど。手をつくタイミングで振れと説明してる。振って、なるほどね。やべえ、この効果音超熱いんだけど。ってことで、ただ初見、やべえ、めっちゃ BGM 夏。これ 1m50 だな、最小が。とりあえずじゃあ 1m50 行ってみる。これぐらいはいけるギリス。うん、カジュアルの声だな。当たり前か。さあ来ましたよ、 1m50。 よーい、ギリギリス。待って夏、うわテレビ番組再現してるわ。お願いします、お願いしますだって。フレフレ
うらー、いけー。いやいやいや、パワーゲージたまらんかったよ。ギリギリっす。とりあえずクリアしたわ。うん、まあまあ面白いっちゃ面白いんだけどさ、これだけっていうね。ちょ、これ倍いくか。倍3メーターって相当よ。飛び箱の板のある長さでしょ、だってねえ。おい、待て待て、よーい、ギリギリっす。さあ行くぞー、お願いします。おらおら、きたー、完璧、うめえ、うまくねー。やべ、これめっちゃ疲れんな、おい。運動不足の俺にとってはこれきついな。これ最大何メートル、これ9160、6メーターいく。じゃあ倍の、また。なるほど、まあまあいけるギリス。カジサックやな、カジサックいるな。よーい、ギリギリス。おい、このゲームこれだけなんか言ってたからおもろいんだけど、これなんかちょっと。いくぞ、おら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 、ぽい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 、きた。うまくね、うまくね、俺うまく。ちょ、熱いわ、熱い、超熱い。きた、クリア。これ9いけるんちゃう。990。奇跡起こしたるわい、起こしたるわい、奇跡なあ。これ超疲れんやけど。よーい、ギリギリっす。この西野の声、夏。お願いします。行くぞ。おらおらおら、おお、クリアしたわ、クリアしたわ。終わったんやけど俺。え、9m90。 何、終わったんやけど俺、このゲームも。何、このゲームの限界超えたんやけど。もう何、開始10分もしないでさ、え、こんなことあります？なんやねんこれ。お前10分で終わりやん、このゲーム。次じゃあ板倉で行ってみる、得意タイミング。俺板倉めっちゃ好きなんだよね。次じゃあタイミングらしいんで、ホッピング行ってみっか。ホッピングで飛び乗れる高さのギリギリ、うん、めっちゃ疲れたけど、ちょっと待って、めっちゃ疲れたんやけど、ちょっと待ってくれ。キリギリスが着地するタイミングに合わせてウィリモコンを振ろう。タイミングが合うと高く飛ぶよ。うん、なるほどね。ジャンプを2回続けて失敗するとバランスを崩すよ。左右に傾けてゲージ内の矢印を成功ゾーンにキープしよう。はいはいはい、矢印がタイミングのゲージの成功ゾーンに入るタイミングで、なになに、ちょっと見ないと分かんねえな、どういうことだ。お手本プレイ、これ大事よ。打って打って、なるほどね、来ると、なるほどね、傾けると。むずくねえ。なるほど、 A を押すと、めちゃめちゃすごいことしてんのこれ。めちゃめちゃ身体能力高いぞこれ。じゃあ行くか。とりあえず 1m、 これ様子見。こんぐらいでしょう。板倉好きやわ、板倉好きやわ。よーい、ギリギリっす。来たよ。 1m でもすげえぞこれ、やってることが。お願いします。むずいぞ、大丈夫か。
おいおい、むずいむずい。いや、またこれ、むずいよ、これ。むずすぎんけ、これ。おい。なるほどね。2回目の挑戦、失敗すればジョローグも。このゲーム、なんだこれ、むずくね？大丈夫か？振るのね。ギリギリっす。むずくね？お願いします。うまいうまいうまい。うまいよ。うまいよ。うまいよ。きた。俺にもできるじゃないか。俺にもできるじゃないか。クリアしたね、とりあえず。これ最高何メートルよ。もう最高いっちゃおうか。5メートル。これ無理だな。これ無理だな。諦めるな。やる前から諦めるな。さあ行くよ。よーい。ギリギリっす。これ失敗パターンも見たいから。うん。あえて失敗するのもありだけど。とりあえず塚地までやろうか。とりあえずこれ行くわ。うん。いいよ。オッケー。おい、むずいむずいむずい。おい、ちょ、来てるよ。高えな。無理やんけ。ゲージちっちゃすぎやろ。おい、ゲージ狭すぎやろ。うん、ただまだあるまだあるまだある。まだチャンスあるぞ。一回失敗できるからね。ギリギリっす。うん、見た今のゲージ、見た今の。お願いします。狭すぎやろゲージ。おいおいおい、オッケーよ、順調よ。おい、やばいやばいやばい。戻った戻った戻った。いや狭すぎやろゲージ、狭すぎやろ、狭すぎやろゲージがよ。アウトやんけ。うん、来てるな。アブちゃんね、アブちゃんと伊藤ちゃんね。ダメざます。ゲームオーバー。これ無理やんけ、クリア。難易度高すぎやろ。何やねんこのゲーム。おい信じられっかみんな。おい信じられないこと言っていいか。このゲームの3分の2のボリューム15分で終わりました。クソゲーやんけ。15分で3分の2終わったわ。クソゲーやんけ。最後、塚地、得意系パワーです。ということで、最後の種目、ろうそく引き師。ゲーム少ねえな。ゲーム少ねえな。おい、マリオパーティー見てこい、マリオパーティー。何ゲームあんねん、あれ。こっち3ゲームで終わりかいな、ほんで。元気のろうそくを消せる本数のギリギリ。さあ、どういった企画あれなんでしょうか。ウィーリモコンを回して思いっきり吸い込もう。なるほど。パワーゲージがなくなるまでウィーリモコンを内輪のように上下に振ろう。息を吹きかけてろうそくの火を吹き消すんだ。なるほどね。とりあえずあれ見ようか、すすめ。たまに誕生日ケーキのろうそくさえも消せない人いるよね、一回で。うん。確かにこいつの、塚地なら生きる300本なんかい、ほんで。うん。二十数本でも消せないやつおるで。あ、最小50。最大は ?500 本。どこに500本ろうそくを置く人おんねん。とりあえずじゃあ、
最小の50行った後に500行こうか、うん、まあまあこれぐらいはいけるギリっすよ。フルボイスというか声あるのいいね、うん、さあ一息で消せるのかと。よーいギリギリっす。とりあえず練習しよう、うん、いけるんか。お願いします。回す、とりあえず回すと、回してけせんやんけ。50本もけせんやんけ。おいこの見た目で50本けせないんかよ。ほんでこれ俺が間違ってんだな、操作方法が。こうやるんでしょ。おいギリギリっす。わかんねえな、なんやねんこれ。お願いします。来たー、これやんけ。やったギリス。もうやったギリス、やったギリス、スカギリス。これめっちゃ汗かくやんこれ。今冬だからさ、まだね温まってちょうどいいけどさ、500本いくぞ。取ってるやつでもやってやるギリスよ。太鼓。いやいやいや、燃えすぎやろ。火災報知器になるわこれ。火災報知器になるわこの誕生日ケーキあったら。とりあえず行くわ。よーいギリギリっす。音すごいな、音すごいな。お願いします。行くぞ。うら、こら、いけ、お前消える、消えねえな。俺これ消せたら消防士もたまったもんじゃないぞこれ。こんなこれ火事レベルやもんね、通常の火事レベルやもん。これ消せたら消防士もたまったもんじゃねえよこれなあ。よーいギリギリっす。腕ちょ置いてんだけど、腕ちょ置いてんだけど。お願いします。行くか。腕ちょ置いてんだけど、消せねえ、消せねえよ。アウト、アウト。来たー、来たー。めちゃめちゃ苦しそうだな。やっぱりこの子舐めざます。ねえこれ、50本ということでね、皆さん、20分で全クリしました。ということでね、このゲーム分かったことあります。クソゲーです。ほんでボリューム少なすぎます。ということでね、跳ねるの扉好きな人はやってみてもいいんじゃないでしょうかと思ったんだけど、俺跳ねるの扉めっちゃファンなのよ。ファンだからギリ楽しめたよ。ただこれね5万本ぐらい売れてるらしいの。うん、言うてね、そんな売れすぎ、売れなかったってことじゃないんだけど、うん、クソゲーやんけ。このゲーム30分以上遊べねえわ、もう。もう遊び尽くしたわ。俺20分でボリューム全部使う。なんやねん、このゲーム。これからもね、クソゲーどんどんやっていこうと思うんでね、皆さんよかったら、クソゲーのリクエストとかね、僕にくれると嬉しいです。ということで、クソゲーすぎます。これ、カジサック。お前一回やってみよ、これ。カジサックこれ一回やってみ？クソゲーやんけ。お疲れ様でした。